こんばんは、プリウス PHBK YouTuber の TK です。本日の動画では2021年6月3日に発表されたプリウス PHV の一部改良内容についてお話ししていきたいと思います。ついにプリウス PHV のマイナーチェンジがやってきましたね。2017年の発売当初から毎年このくらいのタイミングで変更点があります。今回の変更ではエクステリアが変わったとか大それた改良ではありませんでしたが、目玉が大きく2つ挙げられます。1つ目は8インチのディスプレイオーディオの搭載、2つ目は A プレミアムにナノ E を標準装備ということになります。今回はこれら変更点に着目していこうと思います。それでは行ってみましょう。今回のプリウス PHV マイナーチェンジですが、いやーびっくりしましたね。ディスプレイオーディオの搭載とナノEの標準搭載のたった2点ですが、ディスプレイオーディオの搭載というのは大きすぎる変更点です。オープニングで大それた改良はありませんでしたと述べてしまいましたが、訂正します。早速嘘をつきました。ディスプレイオーディオの搭載、裏を返せばこれまでの 11.6 インチ縦型ディスプレイが回復されるということを表しています。個人的にはすごく愛着があったんですがね、残念でなりません。これからは新車として縦型ナビが世の中に行き渡らなくなるということになります。あの縦型ナビが欲しい、縦型ナビじゃなきゃ嫌だという私のような物好きな方は中古車でしか入手することができなくなるという結果になってしまいました。これはもしかしたら中古車の値段も上がっていくことになるのかもしれませんね。これまでグレードにあったナビパッケージも廃止され、8インチのナビがついてくるという結果になってしまいました。トヨタ自動車のプリウス PHV のホームページを見てもしれっと縦型ナビが消えていますね。もう少し残念ですが廃止させていただきました、ごめんねくらいコメントを添えて欲しかったのは私だけでしょうか。でもまあこれは驚きですよね。皆さんはいかがでしたでしょうか。ぜひ感想をコメント欄で教えてください。また 11.6 インチのナビといえば、プリウス PHV の先進性を強調するのに話題になりましたよね。シンプルで迫力のあるインテリアに魅力を感じた方は多かったのではないでしょうか。他にはないプリウス PHV 特有のナビですからね、それだけブランドイメージも高かったかと思います。個人的にはものすごく誇りに思っていたので、廃止になると聞いた時は愕然としました。いやいや、ナビの使い方を説明した動画の需要がゼロになったやんけと思ってしまいましたね。プリウス PHV のマイナーチェンジに伴い、世の中の声はどうなんだろうと Twitter をサーチしてみました。勝手ながらコメントを紹介させていただきます。一つ目の Twitter ですが、インパクトはあるけどエアコン使いづらいので実用性は結構悪い、発売から4年経ったし先進性を訴える時期は終わったかとのツイートがありました。おっしゃるようにエアコンの操作性は他の車と比べると悪い気がします。プリウス PHV はハードスイッチを画面内に取り込み、インパネをすっきり見せるという考え方があります。その弊害としてハードスイッチで便利な役割を果たしていたエアコンのスイッチが画面内に取り込まれてしまったんですよね。ナビの外側にあるにはありますが、温度の上げ下げのみ、さらに助手席側にあるので手を伸ばし操作する必要もあり、少し不便な面がありました。これがディスプレイオーディオになると、ハードスイッチで操作ができる分、使い勝手や操作性は向上するかもしれません。4年前は先進性を売りにしていましたが、すぐ普通になる、今はまだ特別な存在というキャッチフレーズが歌われていました。そんなプリウス PHV ですが、今となっては PHV の車両も増えてきましたもんね。当たり前に一歩近づいたという意味があるのかもしれません。2つ目のツイートです。今月実施された一部改良で廃止となってしまった 11.6 インチナビ、このナビがなかったら別の車にしてたと思います、ギリギリセーフ。はい、このようなツイートは他にもいくつか見られましたね。やはり私だけでなく縦型ナビに魅力を感じ購入に至った同士が少なからずいたのかなと思います。
めんなさい、1点目を語りすぎてしまったので、もう一つの変更点を忘れていました。ナノEが搭載されるという情報もあります。ナノEといえばパナソニックの技術ですよね。我が家ではパナソニックのエオリアというブランドのエアコンをつけているのですが、これがナノE搭載です。家電で進化してきた優れた技術がついに車内にも投入されます。そもそもナノEとは、肌や髪に優しい水に包まれた弱酸性のナノEを運転席側のエアコン吹き出し口から放出し、室内を爽やかな空気環境に導く。そうです。車内が爽やかな空気に包まれるということで、より快適なカーライフを送ることができそうですね。個人的にはあまりこういうことに違いを感じないのでよくわかりませんが、違いがわかる方は感想を教えてください。ナノEー搭載がどれほどのインパクトを与えているかわかりませんが、気品が出ることは確かですよね。今回の動画の目玉はここまでになるのですが、ちょっとここからお話しさせてください。完全に私の主観になりますが、少しだけお付き合いいただければ幸いです。まず思ったことは、一つ目はですね、プリウス PHEV のマイナーチェンジがそこまで盛り上がっていないことが少し残念だなと思いました。これは私だけでしたらすみません。世の中は盛り上がっていたのでしょうか。言ってしまえばマイナーチェンジで大きく変わる点はないので、当たり前といえば当たり前かもしれません。ただ裏でレクサス NX のフルモデルチェンジの発表があったので、それと比べてしまうと見劣りするなぁと思いました。少し残念でした。2つ目はプリウス PHEV のコモディティ化が進んできたなぁという点です。差別化の縦型ナビが消えて、他のトヨタ車にも搭載されているディスプレイオーディオを採用となったわけですが、プリウス PHEV の魅力というか、ブランドが一つ消えてしまったなぁという印象です。ナビのことばかりですがすいません。またプラグインハイブリッドという次世代環境を担うタイプですが、ここも先ほど申し上げたレクサス NX にも PHEV というオプションが設定されました。先日はラブ4も PHEV 化しましたし、プリウス PHEV の個性がややなくなってきているのかなと思いました。それだけ世の中に広まったと思えば素敵なことですが、ちょっとだけ残念に思う気持ちもありますね。はい、本日の動画ではプリウス PHEV 改良の内容について触れてきました。繰り返しますと、ディスプレイオーディオの搭載とナノEの搭載という大きく2点の変更がありました。ナビ愛好家の私としては、縦型ナビが廃止されるということをこれでもかとくらい語ってしまいましたが、ディスプレイオーディオも非常に使いやすく便利機能が詰まっていると思うので、それはそれで最高のレベルアップになっているのではないかと思っております。今回のマイナーチェンジに関する感想もコメント欄で教えていただければ幸いです。今回の動画が面白かった、ためになったという方は、いいねとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。では。